どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、とうとうやってきましたヒルトンプレミアムクレジットカードがですね到着ねいたしました。ということで今回の動画ではですね、こちらのヒルトンプレミアムクレジットカードですね開封ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。まだですね封も切ってなくてですね、これからねハサミを入れてクレジットカードね出していきたいなというふうに思っております。ではね早速開けていきましょう。ちょっとねそのままですね見せたいところなんですけど、ちょっと個人情報がねありますんで、そこだけね隠させていただきます。それでは中の方ね開けました。まずですねこちらねクレジットカード入ってるんですけども、まあこちらねちょっと後でねシールをつけてからねお見せしたいなというふうに思っておりまして、同封されているのはですねステータスヒアということで、カード用暗証番号の設定と引き落とし口座の設定ですね、こちらもね後でねやりたいなというふうに思うんですけど、こちらもね入っております。でですね、次がこちらは何ですかね。こちらは私ね今回ね家族カードね発行したんですけども、ヒルトンプレミアムクレジットカードに関しては3枚まで、ね、無料で申し込みできるということで、こちらねプレミアムカードの家族カードの申し込み書がですねこんな感じで一緒にね同封されているっていう感じになります。まあねヒルトンのね一般カードもね家族カードね1枚無料っていう風になっておりますので、ここにね3枚まで無料って書いてありますね。プレミアムカードは3枚無料で、一般カードはですね1枚無料でね発行することができますんでいいですよね。こちらがね同封されておりました。あとですねこちらですねヒルトンオーナーズアメリカンエキスプレスプレミアムカードの会員規約ですね、ちょっとこれはねまた後でね熟読したいと思いますけど、こちらがね入っております。でですねショッピングプロテクションワイドということで、こちらねショッピングプロテクションの案内ですかね、こちらが入っているっていった形になっております。それではですね個人情報で隠させていただいたんですけども、こんな感じになっております。どうでしょうか、ドアップで写しちゃいますかね。名前がここに記載があって、でですねここにヒルトンオーナーズの会員番号がね入るんですね。で有効期限とカード番号ですね。でここにですねセキュリティコードがねありまして、フリックマークでしたっけ、あの Wi-Fi みたいなマークねがついているっていう感じですね。ちょっとねここをテープさせてもらったんですけど、裏にもねセキュリティコードみたいなのねついてますよね。それがねなんかね軽くうっすらね浮き出てね見えてるんですよね。これちょっと残念ポイントなんですけども、一応ねそれもねちょっと大事な番号っていう風になりますんで、ちょっと隠させていただいたんですけども、まあ、こんなね懸面になってるんですよね。どうですかね皆さん、私ね今までね画像でまあ見てたわけなんですけども、もっとね紫色がかってるかなと思ったんですけども、こちらね思ったよりブルー色は強いなと思いましたね。どうですかね皆さん、どう思いますか。まあ、もしね感想とかあったらぜひコメントいただきたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じに、ね、なってるんですよね。まあ、上にねここにねヒルトンオーナーズって入ってて、ここにねプレミアムって入ってる感じですね。でアメリカンエクスプレスって入ってる感じですね。いやね懸面的にはねかなり個人的にはかっこいいんじゃないかなと思うんですけども、どうですかね。で裏面なんですけども、裏面もね一応ね、テープさせていただいて、まあ、こんな感じにね裏面はなっております。どうでしょうか、こんな感じになっております。はい、でですね裏にはですねヒルトンオーナーズのね電話番号とかねフリーダイヤルのやつとかもね載っているっていった形になっておりますね。はい、まあまたねアメリカンエクスプレスの、デスクとかのね電話番号も書いてあるっていう感じですよね。まあ、ヒルトンオーナーズのね電話番号はねフリーダイヤルということで、こちらねかなりありがたいですよね。一応通話料無料、東京03地区携帯不可って書いてあるんですけど、私いつもねこの番号にかけてる気がするんですけども、どうなんですかねちょっとここら辺は分かんないですね。まあ、こんな感じのね懸面っていった形になってますね。いや私個人的にはかなりねかっこいいんではないかなと思います。はい、こんな感じになってます。でですね一応ねなんか比較できるもんないかなと思ったんで、まあ、結構ねもう年季が入ってる私の SP ジャーメックスとね比べるとこんな感じになってますね。どうでしょうか。まあ、かなりねブルー色が強いですね。まあ、私もっと紫色がかってんのかなと思ってたんですけどね、そうでもなかったですね。まあでもどうでしょうか、結構かっこいいですよね。
こんな県民に、ね、なっているっていう感じですね。いや、 やっぱり新しいクレジットカードってのはワクワクしますね。それではですね、次にクレジットカードの申し込みからですね、到着までの、ね、時間についてなんですけども、どうやらですね、ヒルトンアメックスクレジットカードね、ツイッターなどの情報ではあるんですけども、まあ、新規の、ね、クレジットカードということで申し込みね、ある程度ね入っているようで、公式サイトからですね申し込むと到着ね結構かかるそうなので、まあ、これからね発行される方はですね、ちょっとね時間かかってしまうかもしれませんので、この点をね注意していただきたいなというふうに思っております。でですね、私は以前もね動画で言いましたけども、アメリカンエクスプレスのね営業担当の方からね入会させていただいてですね、こちらに関してはですね発行まで時間かかるっていうね話はないそうなので、まあ、できればですね入会特典もねついているっていうふうになりますんで、発行ね検討されている方はですね、アメリカンエクスプレスのね営業担当の方からね入会ねしていただいた方が手元にね早く届くかなというふうに思っております。でですね、入会特典についてはですね以前もね動画で話しましたので、動画のね概要欄に載せておきますので、そちらね確認していただきたいなというふうに思っております。公式サイトで申し込むよりですねポイント多くね獲得できるっていった形になりますんで、個人的にはですねおすすめかなというふうに思っております。でですね、私がヒルトンプレミアムカードね手元に来るまでかかった期間なんですけども、クレジットカードを申し込みしたのはですね3月10日の午前11時ぐらいにね申し込みを行いました。でですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードに関しては基本ね本人限定郵便でね届くっていった形になりますんで、こんな感じのですね郵便局からね本人限定郵便到着のお知らせっていうのがですね事前にね私は速達で届いたわけなんですけども、まあ、こちらをね受け取ってですね、中にね書いてある紙でまたね再配達をかけてね受け取るっていった形になっております。でですね、このね本人限定郵便の事前のねこの封筒がですね届いたのが3月のね18日っていう風になりまして、ちょっとねその日に受け取りね行きたかったわけなんですけども、ちょっとね受け取りすることできなくてですね、3月19日のですね午前中にね受け取ることができたっていった形になってるんですよね。ということで私はですね3月の10日に申し込みね行って、3月19日にですねクレジットカードね受け取ったっていった形になります。まあ急げばですね3月18日もですね受け取ることがまあできたわけなので、まあ8日程度でですね到着したっていった形になっております。おそらくですね申し込み開始したのが3月の9日でしたよね。まあ、その日にね申し込みを行えばですねもう数日ですね早くね受け取りすることがねできたかなっていうふうに思うわけなんですけども、どちらをねクレジットカードにしようかずっとね迷っておりまして、ウィーケンド無料宿泊特典とかもね結構調べたりしていてですね、結構時間がかかってですね1日後にね申し込みしたっていった感じになってるんですよね。まあですね、これからね申し込みを行う方はですね、ちょっとね通常で申し込むとですね先ほど言った通りですね少し時間かかるかなっていうふうに思うわけなんですけども、だいたいね8日から9日でですね手元に来るかなっていうふうに思っております。でですね、こちらのヒルトンプレミアムカードね今回発行させていただいたわけなんですけども、アメックスのねクレジットカードっていうのはですね口座設定がね確実にできているかねぜひねチェックしていただきたいなというふうに思ってるんですよね。というのも口座振り替えがですねちゃんとできてないとですね1回目のね支払いっていうのは振り込みに、ね、なることが多いっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなっていう風に思っております。もしね口座振り替えが間に合わないとですね請求書はね来ますよね。そちらに振り込み必要のね記載がねされて到着するっていった形になっておりますんで、もしねこちらね見落としてしまうとですね支払い遅延みたいな感じでクレジットカードのね信用情報がね傷つくね可能性もありますので、そうなってしまうとですね基本的にね半年ぐらいはですねクレジットカード新規発行ねできなくなるかなっていうふうに思いますので、こうされたらですね確実にねチェックねしていただきたいなっていうふうに思っております。それでは次にですねアメックスのねクレジットカードがね到着しましたということで、オンライン設定もですね一応ね解説していきたいなというふうに思っております。こちらをしないとですねアメリカンエクスプレスのアプリでですね支払い額をね確認できなくて結構ね不便かなというふうに思いますので、クレジットカードね到着したらですねぜひねやっといた方がいいかなというふうに思っております。それではですねちょっとこれにね画面出しておきますけども、おはようオンラインサービスカード情報を入力してくださいということでカード情報をね入れていきたいなというふうに思います。入力できたらですねログインねクリックしていただくと、陽太平井様のアカウントでご利用いただけるサービスをご紹介ということで、口座振替メールとですねカード利用のお知らせっていうのがですねチェックで
することができます。まあこちらね、お知らせメールをねもらう方はね、ぜひねチェックしておいていただきたいなというふうに思います。お知らせメールの登録が完了しましたということで、次に行きましょう。陽太平井様、登録ありがとうございましたということで、オンラインサービスアカウント設定完了ということで、これですねアプリの方でねチェックできるかなというふうに思いますので、アプリの方もですねちょっとね見たいなというふうに思います。じゃあちょっとねアプリを開いて、おお入りましたね、入りました、ヒルトンプレミアムカードね出ましたね、ちゃんと出てくるんですね一番上に。今回ね私はねプレミアムカードをね発行しているっていう風になりますんで、 HPCJ のですね登録もですねこちら専用ページね出てるっていった形になりますんで、もしね入会される方であればですね、初年度ねプレミアムカードに関しては無料っていう風になりますんで、こちらの手続きはですね行っていただきたいなっていう風に思っております。私はですね HPCJ ね会員でまだね有効期限が切れておりませんので、ちょっとねこちらもね調べてからね入会したいなっていうふうに思っております。まあねアメリカンエクスプレスのねアプリね使ったことある方に関してはですね、基本的に使い方はね分かるかなっていうふうに思いますので、まあねヒルトンアメックスのねクレジットカードねまだ発表されたばっかりで、このアプリケーションね利用できるかなってちょっと不安だったんですけども、まあ見る限りですね普通にね利用することができそうっていった形になりますんで、この点はね良かったかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンプレミアムカードですね開封ねさせていただいたわけなんですけども、個人的にはですね結構ねかっこいいかなと思っておりまして、もうちょっとね紫色がかかってるかなと思ってたんですけども、思ったよりね濃いブルーっていった感じですね。まあ結構ねかっこいいのではないのかなというふうに思っております。私に関してはですねヒルトンプレミアムカードねせっかく発行させていただきましたので、ちょっとね家族カードもメインでね利用させていただいて、まあどんな感じでねポイント貯まるかっていうのもねやっていきたいなっていうふうに思っております。私ね SPG アメックスはね保有してるんですけども、アメックスのクレジットカードで家族カードを使って生活費決済をですね全部ね集めたことってないんですよね、まあ、というのも SPG アメックスは家族カードねあるわけなんですけども、年会費がね1枚目からかかってまたね結構高額で、またねマリオットボンボイのねステータスとかもね特典も受けられないっていう風になりますんで、まあ今までね発行できなかったので、今回ねメインでねちょっと使っていきたいなっていう風に思っております。まあねヒルトンのポイントに関してはですね、何回もね言ってる通りそこまでですねポイント価値自体がですねそんなに高くないので、まあどのぐらいのねお得感になるかねちょっとやってみないとね分かんないかなっていう風に思うわけなんですけども、私に関してはねちょっとねメインカードを利用したくてですね、今回ね年会費が高いわけなんですけども、プレミアムカードね発行させていただいたっていった形になっております。今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。